木内志郎木内志郎7月3日から1988年8月31日は日本の政治家大倉官僚科学技術庁長,長官長野県下見野地群時和村生まれ旧西井山中学を経て1920年東京帝国大学法学部を卒業後大倉省に入省理財局属主計局決算局長 理財局国際課長、主計局長、専売局長官を経て、1946年、市出原内閣の内閣副書記官長となる。同年6月8日には、貴族院直選議員に直任される。1947年第一回参議院議員、通常選挙に民主党公認で、長野選挙区から立候補し当選する。単行国間議告では、 1948年衆議院、不当財産取引調査委員会に承認関門されている。以後5回連続当選する。以後国民民主党、自由党自由民主党に席を置く。1952年に国民民主党が申請クラブとともに改新党を結成した時には、それに参加せず自由党に移籍した。参位に予算。 外務閣委員長を務めた後、1968年、第2次佐藤内閣、第2次改造内閣で科学技術庁長官として初入閣。1969年の宇宙開発事業団設立に関わる。1971年第3次佐藤内閣改造内閣で再び蟹町長官として入閣する。同年、茂舟雄三の後継参議院議長を、 河野健造と争うが、118票対128票の僅差で敗れた。1977年落選と共に政界を引退する。1972年君一等局日、大受賞受賞。1988年飯山市、名誉市民。同年8月31日死去、九92歳。ありがとうございます。